どうもこんにちは中村ですよろしくお願いしますはいってことね、えー、今日は皆さんに話したいことがありましてね、えー、緊急で動画を回しております、えー、何を話したいかと言いますとねあの僕その借金があるんですよね、えー、借金がありましてね本当にひどかった時期、まあ、一時期はその消費者金融3社から借りてたんですよ アコム、アイフル、レイクとね、消費者金融3社から借りててね、もう本当に返して借りて、返して借りて、返して借りて、もうカツカツの中のカツカツ、もうその返してね、もうそのまま借りなければいいのに、もう洋服とか買いたくなっちゃって、また借りてみたいなね、洋服買うならバカ野郎って感じですけど、もうそれはしょうがないですよ、もう。もうそれはもうね、しょうがない。もう、もうね、 もうね、これはね、なんかわかんないですよ。なんか借りちゃってるんですよ。なんかもうわかんない。それはもう病気なの。もう病気って言い方でね、もう片付けたらもうそれまでなんですけども、病気がわかんないけども、借りちゃう。もうそういう時期があったんですよ。で、まあ、ありがたいことに、その、去年ぐらいからそこちょっと YouTube が伸びてきて、ちょっと収益が出るようになったんですよ。で、もう今までそのドカーンと返せなかったけど、その収益が出たことによってもドカーンと返せるようになって、もう借金が、 初めて、東京に来てもう9年、10年ぐらいですけども、初めてこうドカーンと返せて,てね、この減るという喜びをね、知れたんですよ。でも収益のおかげでね。で、もありがたいことに、3社あった消費金融が1社までになったんですよね。そう。あとはアコムだけになったんですよ。で、もうアイフルとレイクはもう潰したんですよ。やったーって指して、僕その、 あの、借金返済日 Vlog っていうのを YouTube でこうシリーズで上げてて、それでこうコメント欄で、私も借金してるんですけど、中村さんが頑張って借金返してるんで私も頑張りますみたいな。おめでとうあと一社だね頑張れ頑張れ中村おめでとうってあと一社だね頑張れってね、みんなが応援してくれてるのに、すいません。アコムだけだったんですけど、すいません。あの、アイフルのカード差し込んで、すいません。あの、6万円おろして、残り2社になりました。すいませんでした。すいません。 アイフルのカードを発動してしまいました切り札いやーみんながね応援してくれてたのにあとアコムだけだねアコムだけだね棚からねアイフルのカード出して差し込んで6万下ろしちゃいましたすいませんでしたいやー燃やしとけばよかったな 燃やすか切り刻むか大きめの皮にぶん投げるかいやー。ちょっとねー、今月が厳しくてねー、うん。ちょっと4月の中旬ぐらいからちょっと雲行きが怪しくてねー。うわー、これなんか借りそうみたいな。ちょっと雲行きが怪しかったんですけどねー。棚から開けて6万下ろしてすみませんでした。 いや、残りまた2社になっちゃいました。いや、こっからね。こっから、でも、膨ら、膨らませないように僕も頑張るんで。皆さんも頑張りましょう。応援してください。大丈夫だよ。って。な頑張ったら大丈夫だよ。おこ、怒らないでください。怒るのだけ見てくださいね。何やってんのお前。クズが。とか言うのは本当は見てください。怒るのだけ見てください。僕も頑張ってるんで。もう皆さんも頑張れ、頑張れって優しく言ってもらえたら僕も膨らませることなく、その6万を膨らませることなく返せるんで。いや、でもね、今月ね。いや、でも、還付金が来ないからね、まだね。 還付金さえ来てれば6万を下ろさずに済んだのに、還付金が来ないから、これ、僕のせいってよりその、こ国のせいじゃないかな。うん。なんか生きづらい世の中にしてる、これ国なんか僕のせいという国のせいじゃないかな。 うん、いやでもちょっとしんどくてね。で、まあ,あと、言い訳をもう一個言うなら、その、YouTube の収益って、その2ヶ月後なんですよ。例えば、えー、4月の25日が給料日だったじゃないですかね、この前ね。えー、4月25日の給料日は2月、二月、二月分の収益が4月に入るんですよね。だから2ヶ月後っていう感じで四月に入るんですよ。で、2月が、二月の YouTube がもう、すごぶる伸びなかった。うん、もう、ここ、もう、ここ何年かでも一番伸びなかった。 っていうので、もう、その2月がダメでね。もう2、まあ、さっき4月の中旬って言ったんですけど、もう2月の、まあ、2月の下旬ぐらいからちょっと雲行き怪しかったね。なんかこう、おろしそうってね、思ってましたね。マジすいません。せっかく皆さんが応援してくれてたのに。いや、でも、これ嘘ついたまま、残り1社って感じで借金返済日 Vlog を続けるのは、なんかちょっと違うかなって。 なんか、そんな自分嫌だなっていうので、ちょっとこうやって緊急で動画を回して、ちょっと今日 YouTube 更新するつもりなかったんですけど、緊急で動画を回して、うん、やっぱり嘘つきたくない。こうやって YouTube をこうやって見てくれてる、こうやって応援してくれてる方にはもう嘘をつきたくない。うん、正直嘘をついてきた人生ですよ、僕なんて。でももう、もう30手前なんで、あと2年で30歳なんで、もう嘘をつく人間になりたくない。でも金を借りる人間ではあるのはもうしょうがない。すみませんでした。 いやー、さっきもさ、さっきもあのー、ローソンに寄ったんすよ。ローソン、まあ、まずコンビニに寄るなって、お前金ねえクせえコンビニに寄るなって話なんですけど、まあぁ、なんかちょっと買いたいものがあったんで、コンビニ寄ったんですけど、で、ちょっと明日の朝ごはん買おうかなと思って、これ買っちゃったんすよ。このなんか、ゼルダの伝説の獣肉カレーパン、これ普通のカレーパン買えばいいのにさか、こういうの買うからお金がなくなるんだよね。 その普通のさ、この192円で高いよ、192円は。普通のさ、カレーパンとかだったらさ、110円とか100円とかじゃないですか。でもなんか、ゼルダかっこいいって感じで獣にカレーパン買っちゃってるんですもうだからこういうのでね、どん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 こうやってお金がなくなるというかね。いやでもやっぱ、嘘つきたくなかったんで。すいません。はい。ちょっとでも、でも還付金、還付金が返ってきたら、もう速攻でこう、返すんで。うん。まず、 洋服買って漫画買って返すんでおろした分プラス何万かもうぶち込むんでもうすぐアイフルは潰すんでそこはもうあの、期待しててくださいうんこれはもう皆さんと約束うんちょっと握手一回いかあ握手しましょう握手一回して肩握手していやだからうん大丈夫うん大丈夫ですだから怒るのだけはやめてくださいってお前何やってんだっていうのだけは怒らないもうやめてください 本当に。それはもう、また借りちゃうことになる。また借りちゃうことになるんで、それ怒られたら、ストレスなっちゃうんで、おろしてレッツゴーになっちゃうんで、うん、ちょっとそれだけはね、うん。まあでもアコム、まあアイフルを下ろしたって言ってたけど、まあアコムも、 ね、最近借りてなね返して借りてなかったけどまたちょっとアコムからもちょっと出しちゃいましたすみませんねもう頑張ろうっていうだから YouTube が伸びたら、うん、もうこんな悲惨なことにはならないんで、うん、皆さん本当によろしくお願いします今後ともね えー、仲良くしていきましょうということで、えー、今7分半ですね。あと30秒喋、えー、れば、えー、8分で動画、えー、広告が1個つけれるんで、あと30秒、えー、頑張って喋れますんで。えー、でも,も本当にもう喋ることないですよ。喋ることないですけど、もうちょっともう8分、8分以上行ったらなんか YouTube で広告1個差し込めるみたいで。でもこれもこう借金返済のためなんで、これはもうしょうがない。も心を鬼にして、今回の動画だけは、別に僕8分以上の動画絶対出そうとかないんですけど、もう、 こればかりでしょうか、ね、もうだから8分ないとその広告1本挟めないんであとねもうだからこれは許してくださいでも,もうすぐ8分なんでお疲れさまでしたチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします